ダメですよ、そんなこと言われて。そこをね、お願いします。始まってるじゃないですか。そう言われてもコンサートを中止することはできませんよ。アンコールだけでもできませんよ。それだけのことでマキが狙われてるかどうかなんて、もっと具体的な証拠あるんですか？とりあえず時間がないんですよ。本部から応援来る。状況はどうだ？アンコールの中止をお願いしたんですけど。中止はできません。とにかく俺たちは怪しい奴を探そう。うん。あ、そういえば渡瀬、これ部長からだ。気をつけろよ。はい、大丈夫です。行くぞ。うん。じゃあさ、俺らさ、ステージ袖でメンバーの警護に当たろ。了解。よっしゃ。どうしたん？いや、この刑事さんたちがね、何者かがこのコンサートで皆さんを狙ってる可能性があるんです。アンコールを中止してください。どういうことですか？ね、何ですか？それは確かな情報なんですか？いやね、我々の推理であるのですが。でも、私歌います。もし本当に狙われてるとしても今逃げるわけにはいかんもんな。私絶対守ります。守ってみせます。頼もしい刑事さん、よろしくお願いします。よし、じゃあ行こう。行こう。行きましょう。ほんと頼もしいな、お前。
夜は君のためなら死ねる。月のない寂しい夜も恋する子供では炎と燃えているんだ。僕は君を愛するために武道館にやってきたのさ。僕は君を殺すためにこの武道館にやってきたのさ。